ニール・ガウは18世紀のスコットランドにおいて最も知られたフィドル奏者である。ガウは1727年にパースシャーのストラスブランでジョン・ガウとキャサリン・マッキュアンの子として生まれた。ニールが幼児の頃に一家はパースシャー内のインバーに引っ越した。ニールはとても若い頃からフィドルを弾き始め13歳の時に初めて正式なレッスンをジョン・キャメロンから受けた。 その添付の才能にもかかわらずはじめは織物職人としての教育を受けたが、ついにフルタイムのミュージシャンになる。彼はミュージシャンのための地域として知られていたパースシャーにおいて最高のフィドル奏者と認知され、そして18歳の時の盲目のミュージシャンであるジョン・マクローが審査していたコンペティションへの参加に至る。ここでニールは一等賞を受賞し、ジョンから ウッドケンヒズバウハンドアマングエーハンダー、D プレイヤーズとの賞賛を受ける。ニールのパトロンとなり地元の貴族のボール遊びやダンスパーティーでの雇用を確保してくれることとなるアソレ公爵の注意を引いた。やがてニールはフィドル奏者として広く、なお知られるようになった。ニールガウは二度結婚しており、彼の最初の妻。 マーガレット・ワイズマンとの間に5人の息子と3人の娘を設けている。彼の息子のうち、ウィリアムと結婚し、幸せな結婚生活を送った。彼女の死は、ニールの最も有名な曲であるニール・ガウの二人目の妻の死への愛歌の作曲を同機づけた。ニールは1807年3月1日インバーにて、80歳で亡くなった。ファーストネームを彼自身は、 ニールと書いたが、他者によって時々ニールあるいはニールと書かれることもあった。なお、同名の孫の存在も混同されやすい。19世紀後半の民族音楽収集家、ジョングレンによると、ニール・ガウは87のダンスチューンを作曲しており、そのうちのいくつかは素晴らしい。これらのチューンは、スコティッシュカントリーダンスの音楽を今日もなお形成している。しかしながらニールは、 他の作曲家の手になる良い素材を自作として主張していない。グレンは少なくとも87のチューンのうち4分の1は古いチューンをアレンジしたものかどこかで以前に別名で出版されたものの転用であると断言している。19世紀前半の書籍バイオグラフィカルディクショナリー・オブ・エミネント・スコツマンにおいてガウノエア・ロッカー・ロックサイドはロバート・バーンズのバラットをステイ スイート・オーブリング・ウッド・ラルク、ステイを元にしたものだとの指摘がされている。なお、この釈用は、当時ありふれていた手法であり、彼の評価を損なうものではない。事実、有名な画家ヘンリー・レーバーンは何度も、肖像画作成をニールから依頼されている。ケルト系のミュージシャンは一般にチューンを共有することを、楽しんでいるが一方で、他のミュージシャンを欺く意図ではなく、監修として、 タイトルについて曖昧なものである。一つのチューンは異なる集団の人々の間で複数のタイトルを持つことがある。彼の多くの作品はケーリーやカントリーダンスの場で今日もなお惹かれている。ニール・ガウフィドルフェスティバルが毎年3月にパース・シャーのダンケルド・バーナムで開かれている。ガウの生涯と音楽を祝って2004年に創設された。 このフェスティバルで集められた資金は、ダンケルド・アンド・バーナムに彼の記念碑を建てる元の一部とされる予定である。ありがとうございます。